皆さんこんにちは。こんにちは。アイドルとして活躍されていた経歴を持つ、昨年12月にデビューしたばかりの女優さんにお越しいただきました、相沢美優さんです。皆さんこんにちは、相沢美優です。よろしくお願いします。すごい、やっぱ自己紹介がやっぱ違いますね。可愛らしい。可愛すぎる。12月にデビューされたんでしょ。そうですね。つい最近じゃないですか。つい最近です。また全然アイドルと違う世界に。そうですね、真逆の世界に。真逆の世界です。すごいね。ようこそ。ようこそです。ね、アイドルはいくつの頃からされてたんですか。12歳から約5年間活動していました。まあすごいじゃない。青春だよね、言ってみればね。そうです ね、学生時代ずっと。アイドルはきっかけは何ですか。ずっと小さい頃からアイドルが好きだったんですけど、うん、小学校の時に当時の親友と一緒にアイドルを目指していて、でその親友がたまたまオーディションに受かって、うん、で私すごいその時負けず嫌いだったので、うん、私も受かるかなと思って同じオーディションを受けたんですよ、うん、そしたらノリで受かってなったっていう感じ。親友と同じ。親友は辞退しちゃったんですけど。あ、そうなんだ。はい、何親友急に辞退したの。多分将来的に親に言われたのか分かんないですけど、辞退しちゃって私がなっちゃったっていう感じ。いいね。なんか悪くなったでしょ。あ、もう疎遠になっちゃう。いや、いい話じゃない。香ばしい話。気まずくて。もう気まずくて。はい。AP デビューにまつわるお話も聞かせてください。アイドルとして活躍されていた経歴もあると、知り合いに気づかれやすかったりしませんか。うん、そうなんです。X でアイドル界隈に有名なファンの方がいらっしゃってるんですけど、うん、その方が私のデビュー作のパッケージをツイートしたら、プチバズりして、でアイドル界隈とか、グループ、もっと一緒にやってたグループのメンバーとか同級生とか、なんかみんなにバレて。どうせやっぱバレたくはなかったの。バレたくは。でももうバレる覚悟でやってたんで。そうだよ、ね。じゃないとね。ご家族はご存知ですか。母は知っていて、友達みたいな感じの関係性なので、うん、一緒に作品とかも見てくれてます。ママは作品も見るんだ。なんていう。ママは作品見て、あ、いろいろいいじゃんって。お母さんこれ知らないとか、ここかわいいねとか、見てられないとか。ね、ママかわいい。エッチな話もするの、お母さんと。この時ねとかっていう。あ、最近全然できるようになりました。はい。でも父はまだ知らないです。そう、お父さんはそうね、うん、でもお母さんは言わないのかね。言わないか。あ、絶対言わないです。言わないんだ。はい。でもなんかその方がよりママと仲良くなったりしますよね。そうですね。何でも言える関係だからすごい仲良くなりやすそう。はい、ね、ママいくつですか。ママは50。ああ、50歳。惜しい。いや、俺らもう45だもんね。こういう同じぐらいの可能性あるもんね。ママになろうとしてました今。ママに行こうとしてた。ママに行こうとしてた。この頃はどんなアイドルが好きだったんですか。小学校の時は、うん、キラリレボリューションってアニメがあったんですけど、そのくすみこはるさんに憧れて、覚えてる。モーニング娘。のくすみこはるさんの次に好きになったのが、うん、AKB48 の前田敦子さん。あーちゃん、はい、でその次がハロープロジェクトにハマって、うん、スマイレージっていうグループが当時あったんですけど、はいはいはい、そのグループの和田彩香さんが大好きでした。あ、そうなんだね。はい、で私ずっとアイドルグループの時最年少だったんですけど、うん、最年少になるのがなんか地味な夢だったんですね。やっぱりグループの中でも最年少っていう立ち位置が欲しかったんだ。欲しかったんです。はー。それね、結構アイドルを見てても最年少の子を好きになりやすいんですよ。ドリンコってわけじゃないんですけど、なんか小さいのに頑張ってるみたいな。あ、実際にご家族の中ではその兄弟は何番目とか。私は末っ子です。やっぱ末っ子だから。そうなんだ。やっぱグループの中の最年少っていう甘えられるポジションね、一番できなくてもね、はい、みんなに許してもらえそうな感じのね。あ、でもそううまくはいかなかったんですけど。そうなんだ。周りの方優し
優しくなかった。そうですか。いや僕も3人兄弟で末っ子だから同じ立ち位置ですよね。あ、本当ですか。ライバルだね。でも見た目がこんなに違う。見た目こそ違うけど僕もこの番組ではドジっ子担当してるから。最年少だと周りは優しかったりしましたか。いや全然そんなことなくて、うん、もう競争の世界だったので一番厳しく多分接されてました。そうなんだ。グループだったんですか。あ、グループでした。やっぱ嫌な人いた。嫌な人。嫌な人メンバーにはいないです。メンバーにはいないんだ、はい、運営ってことか。そうですね。そうですね。素直に。でもやっぱアイドルさんって大変って聞きますもんね。うーん、どの辺が一番大変でした。もうなんか夜中に遅くまで説教されて、うん説教、帰れないっていうのがほぼ毎日で。なんか説教とかさ、パフォーマンスに対してどうダメじゃないかみたいな。あ、でもパフォーマンスもそうなんですけど、うん、なんか何も意味なく怒られてるみたいな。いや最悪ね、深夜まで。巨人って言うんです。この現場と一緒だ。ね、本当にキッチン二郎でね、ずっと大盛り食いながら怒られてるみたいな。12歳から芸能活動してるのは学校の同級生はしてましたか。そうですね、中学校の時、うん、同級生みんな中学1年生の時にはみんな知れ渡ってます。このグループ内では恋愛っていうのは禁止だったんですか。直接的に恋愛禁止だよとは言われてなかったので、うん、私はちゃっかりまあいいでしょって思ってたんですけど。実際に恋愛はしたんですか。恋愛的なのは。あ、してました。してたんかい。最年少だからドジっ子なんで。直接言われてないもんだもんね、うん、そうな。でも周りのアイドル活動してる時の周りってどんななの。なんかみんな優しかったりするの、それともなんかちょっと意地悪なことされたりするの。中学1年生、あ、2年生の時に、うん、初めて水着の CD を出したんですけど、うん、私その時肌を露出するのすごい抵抗があって、うん、でも給食中に放送ってある、放送の音楽あるじゃないですか、はい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 、でそれでなんか好きな音楽を流せるよっていう感じで放送委員みたいな人が、うん、音楽、私のその水着ジャケットの CD の音楽を流して。おー。で私給食食べてる時に、なんか知ってる曲流れてきたんだけどと思って。自分の曲だもんね。そうなんですよ、うん、しかも表題曲じゃなくてマイナーなカップリング曲が流れてきました。そのチョイスは何だったんだろう ね確かにみたいな。いや俺はすごくこのカップリングも好きだよっていうその男子からのメッセージだったじゃないですか。表題曲みんな行きがちだけど俺はカップリングが好きっていう。確かにっていう応援してるような無言のメッセージみたいなので、はい、でも嫌だったんですよね流されるの。いやすごい嫌で、で休み時間になんか水着のジャケットの CD を男子の中でこうばらまいて、ちょっと恥ずかしい、見てよみたいな感じでばらまかれて。でもこんな可愛い子なんて見ちゃうよね、ノリさん。確かに。みんな見てただろうし、知らないところでちゃんとね、本人の前じゃないところでね、うん、しかもさ思春期じゃないですかちょうど、うん、ってなるとやっぱいろいろ活動してるといろいろ大変ですよね、うん、そうなの、うん、恋愛とかも難しそうですし、初体験も遅かったですか。初体験は中3の時。やることやってるってますね。芸能活動でちゃんと両立してる。別に制約かかってないよね。制約してないんだね。え、アイドル期間中ってことですか。そうですね、バリバリ被ってバリバリ。およよ水着で怒って翌年ですからね。ねえ、水着で怒ったけども。その彼がなんかそういうなんつう水着でうんぬんとかじゃなくしっかりと優しかったですね。その彼はなんか地元の後輩の先輩、地元の後輩の先輩と付き合った。後輩の先輩に紹介してもらってで仲良くなって、うん、でその時お家に誘われて、うん、で一緒にホラー映画を見ないかっていう。下手な設定じゃないですか。めっちゃいい。いいよね、いい青春じゃない。それでね、お家に好意があったので普通に喜んでお家に行って、でそしたらホラー映画はちゃんと見たんですけど、うん、気づいたら部屋がなんか真っ暗になっててもうやってたっていう。いやホラーだねじゃないですよ。別に彼氏とやってた話か。曲やってた話。彼氏じゃないし。
じゃないんかい。はい。